放送された国際プロレスアワーの映像が30年の時を超え、不滅の国際プロレス DVD ボックスとして3月7日発売決定。総収録時間859分全63試合、登場選手61名119分の特典映像5枚ディスクに収録。金網デスマッチの鬼ラッシャー木村をはじめ、マイティーの上グレート草津など国際プロレスの中期後期を支えた日本人レスラーのファイトはもちろん、あの杉浦茂雄らの名実況も完全復活。これぞ昭和プロレスの決定弾、不滅の国際プロレス。不滅の国際プロレス DVD をご覧の皆さん、こんにちは。今日は1974年から1981年の崩壊までテレビ東京で収録されました国際プロレスの名勝負の数々を、当時の東京12チャンネルで解説を担当されておりました3人の解説者の皆さんに来ていただきましたので、楽しんでいきたいと思います。それでは今日お集まりいただきました3人のパネラーの方を紹介したいと思います。まずプロレス取材歴47年、プロレスマスコミの大御所と言って差し支えないと思いますが、菊池隆さんです。よろしくお願いいたします。長寿名のつく役職に一度もついたことのない初号一時限爆者の菊池隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましては元東京スポーツ新聞社の運動部長でございまして、それとテレビ東京さんの世界のプロレスでも長く解説を務められておられました門馬忠夫さんです。門馬さん、よろしくお願いします。どうもよろしく。テレビ東京さんには一番長くお世話になりました。どうもいろいろ勉強させてもらいました。ありがとうございます。そして元月刊ボムの編集長で、この DVD の監修もしていただきました竹内康介さんです。竹内さん、よろしくお願いします。竹内康介です。昭和プロレスの伝道師です。よろしくお願いします。ありがとうございました。司会はプロレスライター、私流れ智美が務めさせていただきます。それでは早速一つ一つのテーマに絞りまして、テーマ別にお話を進めていきたいと思います。国際プロレス中継を語る上で忘れられないのが杉浦節とまで言われた杉浦茂雄アナウンサーによる名実況。杉浦アナはプロレスだけでなくボクシングや相撲などテレビ東京の格闘技番組でも杉浦節で視聴者をうならせた。杉浦はあいつは女子プロレスか、女子プロレスか、そうそう、野球とかやったらね、野球はこんなになっちゃうな、スピードに、ね、そう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 でお前何やったら上だっつったら格闘技だっていう話を聞いてたんだよ。あれを待ってきた、ボクシングを聞く、それで随分鍛えたよね。プロレスアワーと両方喋ったから一気に上手くなったね。プロレスアワーって冬物だったから、ほらシャグが切れちゃうとこぼれちゃった、お弁当こぼれちゃったらまただよ、取り直したの。それ四ツ谷だとか西山町ロムのスタジオでやってて、随分俺行っちゃうバカッとかすげーとかせっかく撮り終わった最後こぼれちゃうんだよ。あいつコメントが長いからね、きちっと締めて終わったものをね、余計なこと言ってこぼれるんだよ。またやり直しだからね、フィルムの場合はね。教えたら随分ヘッドロック、ヘッドロックってのはこうやってどこが痛いとかって痛いとかってそれを喋るとか言ってね、あそれを教えたの、教えたらしいもんね。もう踏んだり蹴ったりして教えて、うまくなったもんね。杉浦を知ってね、1981年昭和56年に国際プロレスは残念ながら崩壊の道をたどってしまうわけですけれども、まあ、それは直接の契機といいますか原因となったのが東京12チャンネルの放送の中止というのが、まあ、言われている舞台裏だと思うんですが、崩壊の舞台裏を伺う前にですね、中継でメインのアナウンサーをやっておられました亡くなられましたですね、まあ名アナウンサーの杉浦茂雄さんにつきまして、解説のお三方に思い出を語っていただきたいと思います。まず菊池さんからお願いします。はい、杉浦さんとはよく番組終わった後飲みましたけど、はい、杉浦さんの持論はですね、酒も飲め
タバコも吸え、それで喉が潰れるようならアナウンサーになるなと、すごい声のスタミナ持ってましたけど、さすがガバガバタバコスパスパだったんですからね、で若い連中が若いアナウンサーが接してると、そんなもんでどうするんだ、これでもってスタミナつけろと、だから細い割に豪快な人だったんですね。まあ、体の本数さんに関しては、くもみで合宿やった時に杉浦さんがこう見えたんですよね、でバーベキューやってる時に杉浦さんが半パンツで来られて、あんまり細い足なんで、思わず杉浦さん何キロですかって聞いたんですよ、だから純チャンネルのディレクターが、そんな失礼なこと聞いちゃいけません、何グラムですかって聞きなさい、それくらい細かったですからね、でも細い割に豪快な人でしたね。そうでしたね、すごい声量ですよね。桃間さんいかがですか。彼は法学部の新聞学科出身ですよね、学校の先輩ですね。私は芸術学部なんで、あれなんですけども、まあこうしてもにお世話になりました、まず彼に関してはね、プロレス、ボクシング、キックボクシング、あらゆる格闘技に精通したジャーナリストと、そうつけたいですね、っていうのはね、全部ノート持ってるんですよ。キックのノート、ボクシングのノート、プロレスのノート、それも半端じゃないですよ、国名印です、ね、ですから当時のアナウンサーの中であれだけの勉強家はいなかったんじゃないでしょうか。まあアナウンサーの中にはかなり不勉強の人いますからね、お酒の稽古ばっかりする人もいますしね我々と同じにね、まあ酒飲んでタバコはね関係あるかどうかは知りませんけど、あれだけお酒飲みにね付き合って、なおかつあれだけの勉強したっていうアナウンサーはちょっと例を見ないんじゃないでしょうか、まあ亡くなるまでお付き合いさせてもらって、釣りまで一番今残念なのは、もんちゃん釣り行こう釣り行こうって年中そればかり一回も果たせませんでした竹内さんいかがですか。僕はちょうど解説者とのデビューは、杉浦さんが一番最初だったんですけど、はっきり言ってうますぎてハードルが高すぎましたね。やっぱり素人の僕なんかがその解説にやっぱ杉浦さんのやっぱりこの緩やかな、この喋りにはやっぱり自分の中でこうついていけないというか、ですからもう何回か杉浦さんに、もう少しゆっくり喋った方がいいですよ、もう少しゆっくり喋った方がいいですよって言われても、自分の中でやっぱり試合見ちゃうとこうテンションが上がっちゃうわけですよ、どうしてもねこう杉浦さんのあの流れにね自分の中でこうついていけなかったっていうのが自分の中でちょっと残念だったなと。ただ後になってくると、あのリズムを体験したことによってその後の解説はすごくしやすくなってきたというか、スタジオを作る上においては大変に勉強になったというか、まずかその亡くなられる年の3月に最後に僕は杉浦さんちょっとインタビューする機会があったんですけども、その時に杉浦さんが言ってたのは、12チャンネル時代の国際のビデオが見たいよね、でもなかなかないんだよって、あれなんとか探してみたいよねっていうのが、なんかずっと印象に残ったんですよ。でも、今回こういう形でこれが見かったら、これは本当に杉浦さんとって一番いい供養ができたというか、杉浦さん本当に見たがってた、あれはなんかもう一回聞きたいよねって言ってたのね、やっぱり何年か経ってもう一回ここでね再発できたって非常にやっぱり杉浦さんとっても良かったなと思ってますね、まあ、そういった意味でこの DVD の一番 の、まあ、メインのアナウンサーは杉浦さんですので、その異性もじっくり本当にもう一回聞いていただきたいと思います。